くよ。うん。哺乳瓶でミルクを与えられる27歳の女性。お子様ランチを食べさせてもらう23歳の OL。そして肩車され子供のようにはしゃぐ34歳の母親。この不思議な光景はある病を治すためのもの。それは思い残し症候群という心の病。香川大学教育学部岩槻健二教授。彼のもとには毎月全国から300通を超す手紙やメールが届く。そのほとんどが対人関係や依存症に悩む若者たちから寄せられたものだ。やり場のない苦しみ、中には自らの血で染められたものもある。これは彼らの傷ついた心を癒す育て直しの記録である。今心の病に苦しむ若者たちが増えている。その原因の一つに希薄になった親子の関係があるという。岩槻教授の講演会。少年犯罪がエスカレートする背景には何があるのか。聞いているのは現役の警察官たちだ。岩槻教授は親の愛情不足が生む思い残し症候群という心の病について語った。親の愛が欠如しているということですよね。つまり愛情が足りないから、例えば娘で言えば父性愛が足りないと、そういうことのために発生する現象のことを思い残し症候群と。人間行動学を専門とする岩槻教授は2000人を超える学生の悩みを分析。そこには親に対する強い思い残しがあることに気づいたという。岩槻教授が提唱する育て直しはそれを直すためのものだ。ヒントになったのは10年前、ある女性が買ってきた哺乳瓶だった。哺乳瓶ですよね。自分でなんかこうテレビとか、甥っ子とか姪っ子見て、ハッとこうなんか刺激されてですね、気がつくんですよね。してもらいたいっていう衝動にね。親にしてもらえなかったことを心ゆくまで満たす育て直し。岩槻教授自身が父親になりきり、彼女たちと密接な親子関係を築くことから始まる。どうも。2年前の10月、岩槻教授から初めて育て直しを受けるというひろみさんと出会った。親に知られたくないと彼女はホテルでの育て直しを希望した。これ見るたびに涙が出るんですけど、生まれてきたくなかったというか、こんなに辛いんだったら。彼女は幼い頃からいつも家庭の中で疎外感を感じていた。いい子にしていないと捨てられる、そんな恐怖心ばかりが残っているという。父に関しては小さい時からずっとセクハラをされてたんで、中学校に入ってその胸が膨らみ始めた時に胸を直接こうベローンと触られたりとか。父親の性的嫌がらせにも母親は無関心だった。高校時代には拒食症になり、体重は18キロにまで落ちた。その時に父に一言言われたのが、お前は生きた屍じゃと言われたんですね。それがすごく、父の言葉の中でやっぱりそれがすごく許せんというか辛かって、もうさすがに親のこと刺し殺すかと思ったんです。すごい。精神安定剤と抗うつ剤の日々、繰り返される自殺未遂。そして2年前の1月、岩槻教授のもとに駆け込んだ。まずこれ随分大きいね。
これは傑作、超傑作。あれな。すごいやろ。ほら、じゃあ自分で型紙変化。彼女はまず自分が作った紙芝居を読んでほしいと望んだ。どこでやるの僕。竹を割ってみると、中には小さな小さな女の子が入っていました。おじいさんはそーっと手のひらに乗せて飛んで帰りました。おばあさんおばあさん、きっとわしらに神様が授けてくださったに違いない。見てごらん、かわいい子だよ。まあなんて綺麗な子でしょう。鼻が出た。涙がいっぱい。涙が出たか。なんで涙出た。だから先生に拾ってほしいんかもしれない。かぐや姫みたいな。じゃあ先生ね、ミルク作ってきて。ミルク、うん、うん、そして持ってきた哺乳瓶でミルクを飲ませてほしいという。お歌歌って。どんな歌。思い残し症候群は薬で治る病ではない。親にしてもらえず心の中に思い残してきたことをこうして一つずつ実現し満たしていくしかないという。おむつして。おむつがいいの最初に。さらに彼女は作ってきたおむつを履かせてほしいと甘える。忘れちゃったよ。よいしょ、はい、思い出した。めっちゃ楽しい。満足した。うん、満足。あともう一回これでちょっと飲んでみるか。うん、どう？うん、美味しい？うん、うるうるして。あ、うるうるすんの、うん、こう。彼女の様子が穏やかに変わり始めていた。もう最初はこうカメラ意識して、最初緊張してたと思うんだけど、途中からもう一つ冷凍を保存したやつを解凍して、思い残しを晴らしたら気持ちがいいもんだから、もうカメラなんか忘れてね、もうガンガンもう次から次へとその泉のように出てくるわけですよね、もう願望を晴らすのに夢中なんですね。それは気持ちがいいからですよ、まあこれからね、うん、いっぱい子供に戻って楽しい思い出をいっぱい作れば、過去に遡って昔の不快な体験を楽しい体験に塗り替えられるからさ。うん、トータン。ああ、いい。嬉しい。嬉しい。トータン。ああ、いい。こうして3時間に及んだ初めての育て直しが終わった。気持ちが良かった、うん、でその気持ちよさは自分の家では味わえん気持ちよさ。残念ながらうちの親は、うん、愛せる人ではなかったけん、うん。心配になったら電話よこすんだ、うん、はい、よかった、うん。別れ際に彼女が見せた笑顔は晴れやかだった。岩月教授は奥さんと2人の息子の4人家族。しかし家では彼をパパと慕うもう一人の子供が増えることも多い。思い残しの若者を家族の団らんの中に入れリラックスさせる、これも育て直しの一つだという。最近では奥さんのマリさん、そして息子たちの協力も欠かせなくなった。なんだろう、心の治療をしてるみたいな感じで見るというよりは、うん、僕たちは普通に一緒にただ楽しんでるっていう、
それなりにやっぱ来てくれた方が全然来ない家よりかは、うん、ずっと楽しいんじゃないかなと思いますけど、まあ父は大変かもしれないけど、親父の方が大変だよ。奥さんのマリさんから哺乳瓶でミルクをもらうのは23歳の学生山崎くん。彼には母親の愛情が欠けていた。そこでマリさんが母親代わりとなり3年間育て直しを行ってきた。聞いてもらいたい話、聞いてもらいたい話っていうのが、最近楽しく生活できてますっていう。あ、本当。はい。人と会っても、人と会ってもそんなに怖くないですし。あ、本当。まあ怖かった。怖かった。なんで？いじめられそうな気がして。抱っこしてください。岩槻教授に勧められて自分に向き合うために書き始めた自己分析ノート、すでに40冊を超えた。よく書きましたよ。母親は何を言っても振り向いてくれなかった。父親との不仲のイライラがいつも自分にぶつけられてきたという。分析ノートには母親に褒められたいという強い欲求が並んでいる。話なんか聞いちゃくれないっていう。和らぐなんてどころの話じゃなくて、いかに親を怒らせんかずっと考えてなくちゃいなくていけなくて。母親の言いなりのまま大学に進学。しかし一人暮らしを始めた頃から体に変調が現れた。虚しさ、怒り、そしてどれだけ食べても襲ってくる空腹感、過食症である。さらに精神的に不安定になり、感情をコントロールできなくなっていた。いつしか自殺願望も芽生えた。そんな時岩槻教授と巡り合う。カウンセリングを受け自分の過去を遡る作業を続けた。先生に会わずに3年経ったらって考えたら、もう死んでるんじゃないですかね。自殺でもして、でも自殺するぐらいなら全世界のやつを殺してやるぐらいで思ってたんで。そして育て直しを受けた。いざ哺乳瓶からミルクもらうときに、僕手がこうなったんですよ。これ赤ちゃんのポーズですよね。もうとにかく気持ちよかった。もう求めてた母なるものが体に入ってきたみたいで。あ、いらっしゃい。久しぶり。岩槻教授の自宅を訪れ、家族の温かさに触れる。彼にとってはこれが日常的な風景になった。思い残しが原因で問題行動を起こしてしまう子供には食事は重要な意味を持つという。いただきます。マリちゃんだけ後でちょっと暑いよ。え、うん、暑さは大丈夫。おいしい。うまいだろ。優しく母親に食べさせてもらいたかった。そんな思い残しを彼は今必死に埋めようとしている。マリちゃんあんまり自信ないみたいだけどさ。自信は全然ないですね。そうなんですか。全然ないですね。こう自分もいろいろこう悩みとか矛盾とか抱えてるから、だからまあこの人がいるからね、一応安定しては暮らせてるけども、精神的にダメとかできてないところをこう育てるために手伝われてるみたいな。いや昔からね、ほら子育ては自分を育てって言うでしょ。育て直しっていうのはね、自分の2人の子供を育てるよりもやっぱりよその子育ての方が大変だけど、でも大変であればあるほどね、やっぱり自分を育てにはいいですよ。
ホテルで初めて育て直しを受けたあのひろみさん、彼女はその3ヶ月後就職を決めた。そして初めてのボーナスの日、今では父さん母さんと呼ぶ岩月夫妻を食事に招待した。ボーナスもらったんは、父とか母でなくて父さんと思ったん、ご飯が食べたいそうか、それだけだった。よしよし毎週この日、彼女はマリさんに一つお願い事をした。会社に着ていくシャツにアイロン掛けをしてほしいという。それもまた子供の頃の母親への思い残しだった。いろんな生活もと違うね。ん、何のせいだった？母の気持ちがなかった。ありがとう、はい、鼻いっぱい噛んであげたもんな。父さん、もう一個思い出した。アイスソフトクリーム。ソフトクリーム一緒に食べるの？違う、買ってもらう。あ、そう、うん、あ、はいはい。それはまるで複雑なジグソーパズルのようだ。彼女は子供の頃に思い残した穴を一つずつ埋めていた。1月のある日、岩月夫妻に遊園地で育て直しを受けるのは23歳の OL 吉江さん。じゃあマリちゃんに撮ってもらうか写真。いきますよ。はい。注意してるとこ。じゃあ写真撮ってもらうな。はい、行きます。どうしても両親と一緒に遊園地に来たかったという。お父さんとお母さんには連れてきてもらったことっていう思い出みたいなのってあるんですか、遊園地って。一回あるんですけど、その時はやっぱり乗りたいものを乗せてもらえなかったし、せっかく来たのにしたいことの半分以上もできなくて悲しかったし。彼女は幼い頃からの両親への強い不信感が原因で拒食症、そして対人恐怖症になっていった。また極度の引きこもりが続き、自殺願望まで芽生えてきたという。しかし半年前、決死の覚悟で育て直しを受けることを決意した。そして哺乳瓶でミルクをもらった。どういうふうに、こういうふうに、お姫様抱っこ、ちょっと違う。え、ちょっと違う。どういうふうにする？にゃー。え、どういうふうに、こういうふうに抱っこするの？あ、疲れるな。じゃあせーの、はい、ブイーン。これ大好きなんだよな。よし。育て直しをするためには親が子供たち以上に心から楽しまなければならないという。傷つき思い残した心の隙間は深い親の愛情だけが埋められる。どう、楽しい？はい。この日まで3日間、吉江さんはほとんど何も口にしていなかった。幼い頃から彼女は食事を不快なものとしか記憶していなかったという。どうですか？よし、じゃあ次これ行ってみようかな。お父さんからなんかご飯食べさせてもらったことがなかったんで、うん、そっか、まあ、嬉しいです。よし。食べ物と不快感がくっついてるから、食べ物を食べようと思うと、不愉快なものね、あるいはあの恐怖とかね、そういう不快感も取り入れようとしちゃうから、だから硬く感じるわけ。つまり自分が無意識のうちに拒絶してるわけ。だけどそのこうやって「はい、おいしいよ」って食べるとね、拒絶しないから柔らかく感じるわけ。彼女はお子様ランチを全て食べきった。この日の最後のわがままは哺乳瓶だった。
岩月教授の奥さんにしっかりと抱かれミルクを飲む。その姿は完全に安心しきった幼児のように見えた。おいしい、うん、飲み終えた後、彼女は急にカメラを回してほしいと言い出した。どうしても話しておきたいことがあるという。それは封印されていた幼い頃の記憶だった。夜、うん、母親が隣で寝てるところでお父さんにパジャマ脱がされて、そして多分彼女はおよそ20年間心の中に閉じ込めていた父親による性的虐待の赤裸々な実態を語り続けた。育て直しの後、就職にこぎつけたあのひろみさんが昨年末親元を離れ一人暮らしを始めていた。ごめんなさい、待ってどうぞ。ご飯とかはね、やっぱすごい楽しいです、作るのがすごい。うん、だから家でほらずっと親に出されたものを食べてたでしょ。自分が食べたいものが食べれるっていうのがすごい嬉しくって、ひろみさんは去年の秋、父親に幼い頃に受けた性的虐待について問いただした。その決断が親元を離れられるきっかけとなった。育て直しを受けて2年が過ぎた。今ではまるで岩月家の長女のようだ。病気やね。それからちょっと体重測るからまあそうだ、みんな警戒してるけど。大好きな父さんと母さんがいて、弟たちがいる。そして温かい食卓がある。はい、じゃあちょっとみんなこっち見てね。はい、行くよ、ひよちゃん、うんはい、じゃあそろそろあれ、素敵な男性がいたらね、応援してあげたいなっていう気分になってきたの。ちょっとね。ちょっとなってないじゃないか。なってないよ。あんまりわかるね。だけまだ父さんに応援してもらう、いっぱい、だけまだ父さんといっぱいいろんなとこ遊びに連れてってね。今年1月、ひろみさんは沖縄へ生まれて初めて一人旅に出た。岩月教授に4年間の育て直しを受け結婚、一児の母になった女性がいる。和子さんは愛してくれない両親への深い怒りと恐怖から思い残しを生み引きこもりになっていったという。あの時33歳だったんですけど、0歳に戻ったんですね。私が0歳から12、3、4歳ぐらいまでを全部やり直ししたんですよ。おんぶしてもらったり抱っこしてもらったり。うちの今の子供見てると本当あのまんま幼児言葉になっちゃったし、難しいんだから。難しいね。思い残しを埋めるための4年間の育て直し、こんなにカメラに向けられたことない。そして今母親となった和子さんがいる。その時小さな子供に戻してもらって先生と一緒に遊んでもらったその楽しみっていうのがあるから、今子供と一緒にね遊んであげながら、ああ楽しいね楽しいねって、なんか自分のことのように楽しいんですね。やっぱり子供に現れますからね。やっぱり子供を見たらすぐ分かります、愛されてるかどうかっていうのはね。自分が朝目覚めて、あ、私結婚もして子供もいるんだって思うとすごい不思議でたまんないんですよね。毎日同じことの繰り返しのような気もするんだけど、この子にとってはその日一日やったことが一生の宝だから、毎日の同じ積み重ねがとっても大事なことなんですよね、きっと。